こんにちは、こんばんは、おはようございます。長谷川です。今日は7月23日土曜日、PM6 時35分、気温は27.6度となっております。まあ、夕方だから結構、涼しいですね。はい、ってことでやっていきましょう。今日のお題は、公共の場所、公園、図書館、マジでいいよねっていうことをお話したいと思います。ちなみにこれ今、ワイヤレスピンマイク買ったんですけど、聞こえてます？ 結構格安で Amazon で買ったんですけど、まあ、聞こえてれば嬉しいです。長く持てばいいな。使えればいいな。はい。ということで、まず公園。公園なんですけど、今、結構、マンション建設ラッシュで、今、マンション増えてるじゃないですか。そのマンションにインフラ投資するより、まあ、道路とかそういう拡張工事にも言えることなんですけど、マジで、庶民の憩いの場、公園に、投資してほしいなって俺は思ってるんですよ。公園って本当常々俺いいな、庶民の味方だなって思ってるんですけど、これ無料で使えて、まあ、空き地っていうか、まあ、その場所を無料で使えて自分で有効活用できるんですよ。まあ、例えばそうですね、遊具がいっぱいある施設では、僕前まで日野市に住んでて、その日野市でちょっと鉄棒とか、まあ、ブランコとかある公園で懸垂、例えば鉄棒で懸垂とかやったりとか、あとはまあベンチでこう寝っ転がりながらこう腹筋を鍛えるっていうドラゴンフラッグをやれたりとか、まあ、これ人によって嫌な人がいるんですけど、僕はあんまり嫌じゃないんで、こう土に手をついて、まあ、腕立て伏せとか、まあ、芝生の方がつきにくいですねとか、まあ、できるんですよ。ジムに行かなくてですよ。ジムに行けば有料なんですよ。公園で無料でできるんですよ。それマジですごくないですか？マジでお得ですよね。はい。しかもママさんにとっても公園を遊ばせる場にもなるし、これマジで庶民の味方、マジで憩いの場、オアシスだなって思うんで、公園どんどん増やしてほしいなって思ってるんですね。その無駄な空き地を、無駄なマンションを作るとか、そういう変な施設を作るんじゃなくて。今空き家問題とか発生してるじゃないですか。その空き家問題、その空き家をって僕が思うにマンションを建てまくってるから空き家が増えるんじゃないかなって思ってるんですね。まあ初心者の考えなんですけど、だったらまあちょっと難しいかも分かんないんですけど、その空き家を壊して、そこをちょっと空き地にして何かしらの公園を作るとか、あ、ちょっと知ってほしいなっては思ってますね。はい。で、多摩市、僕が住んでるのに今多摩市なんですけど、多摩市というか、まあ、多摩センターなんですけど、多摩センターめちゃめちゃ公園あるんですよね。前まで日野市に住んでて、日野市はちょっと歩かないとそういう大きい公園、遊具がいっぱいある公園とか、ちょっと歩かないとないんですけど、多摩センターの周りにはめちゃめちゃ公園があるんですよ。しかもでっかい公園、本当に芝生がこう広がってるでっかい開けた公園がいっぱいあって、まあ遊具もある公園もいっぱいあるんですけど、ちっちゃい点々とした、とにかく公園多いんですよね。しかもそれ公園に限らず、多摩センターってマジで恵まれてて、ちょっと尾根間沿い歩けば、唐木田方面に行けば温水施設、アクアブルーっていうでっかい温水プールがある施設にジムがついてるんですよ。それ多摩市民だと確か300円か400円で、他の市町村の方だと、まあ、それでも安くて、まあ、400円か500円ぐらいだったと思うんですね。月額制だともっと安かったと思います。多摩市って本当に穴場の自治体、まあ、穴場でもないか、栄えてるから、本当にいい自治体なんですよ。これはもう僕引っ越してもうラッキーって感じですね。 ありがたい、ありがたい、神だな、神自治体だなって思ってて、本当引っ越してよかったですね、多摩市は。うん、
立地もいいしね。ちょっと1キロ歩けば多摩センター、すげえ栄えてる多摩センターっていう駅があるんですけど、何でも揃う商業施設がいっぱいある施設があるんですけど、まあ、そこに1キロ歩けば行けるし、あともう一つ図書館。図書館ってこれ本当に革新的な発明だなって俺、あ、もう本当にありがたいなと思ってるんです。いつも利用させていただいてるんですけど、利用させていただいたりんですけど、中にはすごいのがあって、2021年とかもう本当に新しい本がこれ無料で借り放題なんですよ。空いてればの話なんですが、まあ人気な本と人気のない本があって、人気な本もずっと待たないと、もう何ヶ月待たないと借りれないんですけど、まあある程度人気ない本は普通に予約が空いてるんですね。それがあのただ本を買わなくてもいいから情報を得たいなっていう人にとって、Amazon で買わなくてもいいし、無料で情報を得られるんですよ。これすごくないですか？僕みたいなあの金なし底辺野郎にとっては、これマジで本当ありがたい。ありがたいです。だからこれ公園にも言えることなんですけど、まあ、図書館も増えたら、マジで国民にとってはありがたいな。特に僕みたいな本好きの人にとってはありがたいなって思ってます。しかもこれすごいのが、今度2023年多摩センターパルテノン多摩に、あの鉄骨鉄筋コンクリート像の新しいでっかい図書館ができるんですよ。そういう意味でも多摩センターってマジで恵まれてるなって俺思ってて、マジでここ引っ越してよかったって、もう本当常々思ってます。はい、ということで、また次回も見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもいいね登録してくれてる方、誠にありがとうございます。今日は7月17日日曜日5時48分でございます。え、昨日と打って違って晴天でございますね。はい、結構あったかいです。皆さん熱中症には注意してお過ごしください。こまめな水分補給を欠かさず行ってください。はい、ってことでやっていきましょう。さあ皆さん、ここでいきなり質問なんですけど、皆さんの今住んでる住宅の周りって結構騒がしいですか？騒がしいですかっていうか、動物とか猫の喧嘩とか、カラスとか結構うるさいですかね。僕の周りすごいうるさくて今引っ越したばかりなんですけど、すげえカラスが大集会してるんですよね。もう毎日午前5時とか、もうそれで起こされるんですよ。カラスがバタバタ飛んでって、僕の屋根3階建てなんですけど、3階の屋上なんですけど、屋上に乗ってバタバタ運動会してたりガタ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 、もう屋根うるさくてうるさくてしょうがないんですよね。まあ隣からも、隣の人もいるんですけど、そっからもたまに漏れてたり、生活音とか漏れてたり、まあコンクリ物件なんですけどね、うちたまに漏れてたりするんですけど、それの比じゃないぐらいまあうるさくて、いやそこちょっと見なかったなって、内見時ちょっとよく見とけばよかったなってちょっと後悔してるんですよ。皆さんとかの住宅ってどうですかね、カラスとかって溜まってますか？まあ、安い賃貸アパートだと、まあ、うちみたいにゴミ捨て場にゴミをちゃんと縛らず、可燃ゴミの日とかじゃない時に可燃ゴミを捨てたり、もう本当に蓋を閉めない、ゴミの蓋を閉めないような輩もいたりするんですね。そういう時に限ってカラスがバタバタ飛んでってついわんで食べてる光景とかも見たんですよ。だから結構民度が低い住民層の賃貸アパートとか、その周辺住民とかにがいる地域は、そういうカラスが結構頻繁にいるとは思うんですけど、まさに多分うちだと思うんですよね。ちょっと言っちゃ悪いんですけど、本当に
注意書きが貼られたりするんですよ、ゴミに。ちゃんと出してください、ちゃんとこれは分別して出してくださいみたいな。で、分別で出してないやがらとかもいるんですよね。そういったゴミを狙ってあのカラスがやってきてついばんでるんだろうなってちょっと感じてるんですね。いやでも困ったもんだなって思って、カラスって鳥獣保護法とかで守られてるんですよ。だから殺したり取ったり捕まえたりペットにしちゃいけないんですね。普通、まあ、カラス以外にも大体の国内の鳥類とか動物はそうなんですけど、鳩もベランダに卵を産みつけて勝手に殺したり、まあ、ペットにしたいっていうのもダメなんですよ。だからそれがちょっと困ったなと思って、市町村に行ってもまあ多分何かしらの対策がちょっとやってくれると思うんですけど、実践的な対策がやってくれないと思うんですね。これはどうしたら困ったもんだと思って、もうこれを選んだ物件僕の命運だなとはもう仕方なく思ってて、皆さんとかってどうなんですかね、皆さんの家って。なんかそういった僕と同じ経験があって、こういった体験しましたよとか、こういった対策で治りましたよっていうコメント、なんかそういうことを対策方法を教えてくれれば、なんかコメントしてくれると嬉しいです。まあ、こればっかしはもう僕仕方ないなと思ってて、もう選んだ物件、まあ、僕がちゃんと見なかった、朝昼晩とちゃんとこの物件を下見してればそういうことはなかったと思うんですけど、まあ、でもカラスってあれなんですよね、4月から8月でしたっけが繁殖期で、結構カラスの活動時期、活発時期なんですよ。その時に僕確か下見したのが5月からかな、5月だったんですけど、まあカラスがゴミをついばんでる様子は見た、光景は見たことはあるんですけど、それでもうスルーしちゃったんですよ。まあいいかなと思って、もう早めに引っ越したいなと思って、そこをちょっと一歩とどまって、いやここは待てよ、ちょっとカラスの いるってことはちょっと早朝でも見てみようとかで気づければよかったんですね。だからそこが痛かったなと思って、まあそれはしょうがない、僕の調査不足っていうか、あともう一つあるんですよ。もう一つあって、ここを一応この物件は禁煙ではない物件で、喫煙者がまあおそらくいるだろうなみたいな予測が立ってるんです。なんか午後の夜遅い時間帯とかにすげえタバコ臭い匂い、ヤニ臭い匂いが溢れてくるような、なんか嗅いで、まあ僕の気のせいか分かんないですけど、そういう匂いが、ヤニ臭い匂いが匂ってくる、でこっそり隣のベランダとか見たら、まあ吸ってるだろうなっていう、吸い殻に排水口がびっしり吸い殻が捨ててあって、まあおそらく吸ってるだろうなって、まあ予測は立ってるんですけど、これもちょっと僕の下調べで、やっぱりそういうところもちゃんと見とけばよかったなって、今までそういう経験がなかったんで、ヤニ吸ってるっていう物件が、ヤニ吸ってるっていう経験がなかったんで、ヤニ吸ってる経験っていうか、ヤニ吸ってる、吸われてる方のがいる物件を選んだことがなかったんで、そういう経験はないんですよね。だからこういうのもちょっと一応、まあ仲介業者に行って報告してもらって、警告のビラは貼ってもらったんですけど、まあそこで治るかどうかって感じですよね。様式のある普通の人だったら、直してくれるとは思うんですけど、そこら辺どうなんでしょうね。もう本当に治らないっていうんであれば、もう賃貸物件を変えるか、それか揉め事言い争って、突き止めて、犯人を突き止めて争うっていう方向にもシフトしたくはないんですけど、する
かもわからないっていう感じですね。揉め事は起こしたくないですね。なんか最近ニュース、最近ってほどでもないけど、ニュースとかでたびたび刺されたとか、住民揉め事の住民騒動で刺されたとか、そういった生活音の影響で、あのね、喧嘩して女子高生を刺した男が、ま、自殺したとか、確か2年前でしたっけ、あったような新しい記憶もあるんですけど、そういうことに発展しそう、そういうこと、そういう事件に発展しそうになる恐れもあるので、なるべくそういうことは避けたいなと思ってるんですよね。つまりまあ難しいところ、そこは難しいところなんですけど、まあおそらく変えるしかないっていうことになりそうだな。変える、賃貸物件を変える、それかもう本当に友達の家とか実家に戻って住まわしてもらうみたいな、まあ、それはそれ最終手段になると思いますけどね。まあおそらくそういうことにもなりかねないみたいな感じですね。はい、ってことで、ここまでご視聴ご清聴ありがとうございました。